今日は長時間座ったままでお尻が痛くなった時の話をしていきます。今は新入社員だったりとか、あるいは新入学生で、長時間椅子に座ってるっていうことが少なく多くなってきてます。そういう時に長時間座ってると、初めのうちはまあちょっと疲れたなぐらいで何とか保つことができますが、時間が経つことにどんどんその症状、痛みっていうのはどんどんひどくなってきます。そこで、長時間座っているとなぜまあお尻が痛くなったり腰が痛くなったりするかっていうと、基本的には座る用の筋肉っていうのがあるんですよね。その座る用の筋肉っていうのは、一つはお尻になります。お尻の筋肉によって、骨盤を支える、そういう役割があるので、お尻の筋肉が疲れてくると、腰が痛くなったり、お尻が痛くなって、いわゆる座骨神経痛みたいな痛さですね、お尻から足の方にかけての重だるさ、痛みっていうのが出てきます。実はそれが一つ問題があって、なぜそのようになってくるかっていうと、もちろんさっき言った、筋肉、お尻の筋肉の疲れっていうのもあるんですけど、もう一つは、腰の歪みですね。実は長時間座ってると、だんだん座るので耐えきれなくなって、体が前かがみになってきます。そうすることによって、だんだんここの背骨一個一個が動きが悪くなってきます。特に腰の一番、この色の変わってるこの境目、ここの骨が、間が狭くなって詰まってしまうですね、この間が。そして動かなくなってくると余計に腰がこう曲がってきてしまって、お尻が痛くなるっていうことがあります。また、腰の5番っていう一番下のところも疲れやすい部分でもあって、この両方がこう動きが悪くなってしまうと完全な腰痛、ひどい時はヘルニアとか、そういう風なのもなってきます。それを改善するために、毎日こう働いて仕事終わって家帰ってからしてもらいたい体操っていうのがあるので、ちょっと話をしていきましょう。要するにここの間を広げていって腰の動きを良くすれば、そういうのは改善していきます。まずは普通に座ってもらって、そこからベッドの方に乗ります。そして、まず左の方から足を曲げます。その時にお尻の横に足が来るようにしてもらいます。そしてこの状態で、上に向かってこう倒れていきます。もしこの時に上まで寝ることができるのであれば寝てください。基本はここが突っ張るぐらいまでぐーっと耐えていきます。そしてだんだん慣れてくるとこうやって倒れてきやすくなりますので、それをやっていきます。これを右左左右一緒にやっていきます。それをだいたいゆっくりと1分ぐらいかけて伸ばしていって、そして慣れてくると、3分とか5分とか伸ばしていきましょう。基本的にこれをやっていくと、腰の方に動きがつきます。あるいはまたそこに肩こりがある方であれば、足をさっきみたいに曲げて後ろに反らした状態、そしてだんだん寝れるその状態で手を後ろの方に上げていきます。あるいは手を逆さにしてこうやって伸ばしていく、うーって、そしてここのストレッチをかけていくんですね。そうすると胸の方も広がるので、仕事で疲れた時の腰とか肩こりにも効きます。ぜひ長時間座った時はこの体操を思い出してちょっと治療をしてみてください。ではまた会いましょう。